それではここからその唐津葉の乗算、アルゴリズムのその計算量の見積もりに進みたいと思います。ここで証明する定理は次のようなものです。え、受信屋2桁の整数の乗算の計算量は、ラージオンの前のログ3で見積もられるというものです。で、ここのログはあの記号の lg で書かれておりますように、その2を低とする対数関数であることに注意してください。 それでは、うん、証明に移ります、えー、ここではその2の n 乗桁の整数、まあ、a と b の,あの乗算を考えましてでその計算量を large t の2の n 乗としますでただし、えー、ここで、えー、と t の1すなわち、えー、と1桁のまあ整数の乗算の単位としますので、まあ、1桁の乗算の計算量を1としますでそれから large、えー、n を この2の N-1 乗としますで、まあ、これを用いましてその与えられた整数 A と B をそれぞれ下の式にありますようにその上位桁と下位桁に分けて表します。でここで表されていますように、えっと、A の上位桁を A1 下位桁を A0 それから、えっと、B の上位桁を B1 下位桁を B0 としまして。 でまあ、これらの a 0 h b 1 b 0は、えーまあ、10の l a r n 乗で抑えられているものとします。でこの時その a と b の積はですねその唐津波の乗算のアルゴリズムに従いますと、まあ、このような形でこう表されるんですけれども、まあ、この中でその2の n マイナス1桁の1桁のまあ整数の乗算というのが 3回現れます具体的にはこの黄色で塗りつぶしている分で a1b1 それから a − a × b ス b 1で最後に A×B0 0, 0でまあこの3回によりまして、えー、とここの部分の計算量というのはその2の n-1 乗桁の,その整数の乗算の3回分ですから 3×t の2の n-1 乗というふうに表されます。 でさらにこれらを含めた結果にはですねいくつか加算が現れますけれどもこの加算を全部合わせますと2の n 乗桁の,あの整数の加算が4回現れることになりましてその計算量というのは合計で 8×2 の n 乗で抑えられることになります。でこの2の n 乗桁の整数の加算が4回現れるというのがどのような仕組みになっているかというのはこの後で詳しく説明します。 一応この2つの結果をまとめますとその全化式として、えー、と t の2の n 乗イコール3かける t の2の n-1 乗かけ× 8かける2の n 乗という全化式を立てることができますので、まあ、この全化式を解くことによってこの、えー、と計算量ですねこの t を t の n の,の、まあ、n に関する平式で、えー、求めます。 そこでここではその先ほど前のスライドで出てきましたこの2の n 乗桁の整数の加算がここで4回現れるとその内訳を詳しく説明いたします。ここで考えている計算はこのようなものでした。でこの中で現れているその まあ加算を全部抜き出してきますけれどもまず、えー、と現れるのがこの a ス a 0とそれから B0−B1 を計算する部分です。ですのでまとめますとここではその2の n ス1乗桁の加算が2回行われていることになりますので、まあ、これは2の N 乗桁の加算1回というふうに見なします。 で次に、えー、この10のラージ n 乗の桁のこの部分ですねと a1-a0×b0-b1+a1×b1+a0×b0、えー、と, A A B B、H、B A B とここのその2回分の,あの加算なんですけれども、えー、これはあのそれぞれの出てくる数がその2の n 乗桁の数ですので、えー、ここでその2の n 乗桁の 加算が二回行われているということがわかります。で、えっと最後にですね、あのこの、えー、今スライドに表しているこの二箇所の黄色い部分のあの加算を行うことになります。えっと、まあえっと Hb 掛ける十の二 n 乗、それからまあこちらの真ん中のこう、えー、数、そして最後の A ゼロ B ゼロを の3つのつ整数をこう加えることになります、えー、で見かけ上この,あの数の合計というのはその2の 2n 乗桁ということになるんですけれどもただあのこれらの3つの数はですねそれぞれその大きさが異なります。でえと一応それぞれの数をこのような形で模式的に表しましたけれども。 えとこのそれぞれの帯がですね、えー、今はその2の n 乗桁の,あの数を表しています。で、えー、と実際にその加算が行われている部分というのはこのまあ2つ以上の数がこう重なっている部分の あの桁なわけですね例えば h 1 b 1 × 1 0の 2n 乗とその2番目の数の,のところでその実際に加算が行われているのは今あの赤い線で囲った、まあ、この汽線で囲ったこの部分ですね。でそれから、えー、と2番目の数と3番目の数で実際にその加算が行われているのはこの桁の部分なわけです。で、えー、とこの上の赤いっこの え箱でかかわれ囲まれた部分の桁数というのはえっと2の n マイナス1乗1桁ですね2のね、2の n マイナス1乗桁になりまして、それからえっと右側の,のその赤い箱で囲った部分のその桁数というのもえっと2の n マイナス1乗え桁ということになります。で、えっとこれらのそのそ赤い、えー 線で囲った部分のです、ね、その加算が行われている桁数の合計というのはですねこの2つの赤い箱というのはあの重なるオーバーラップすることはありませんので実質的にこれを見ますとその2の n 乗桁の加算が1回行われているものとみなすことができます。ということで、まあ、以上の分析からあの この一連ののですねこの AB を計算する際にはその2の n 乗桁の加算が4回分の、えー、加算が行われているということになりますので、まあ、その計算量は、えっと、8かける2の n 乗で上から押さえるということができます。でき であとはその前のスライドで与えられました全化式 t の2の n 乗イコール3かける t の2の n-1 乗プラス8かける2の n 乗を、まあ、順番にその再帰的に展開していきます。ここで例えばその t の2の n-1 乗をさらに展開していきますとこれがあの、えー、この部分がですね3かける t の 2の n 2乗プラス8かける2の n 1乗という形に展開することができましてでそのまあ項を整理した形が次の式のような形になっていきます。でまあこのような展開をどん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 繰り返していきますと最終的には一番下の式にありますような展開を得ることができます。 で先ほどのスライドでやられたその展開の最後の式を続けて見ていきますとまずこの t の2の0乗というところは t の1ですのでここは1に置き換えることができます。それからこの残りの項ですねこの後ろの部分なんですけれどもこれは括弧の中が公比3分の2の等比数列の和ということになりまして。 でまあ、後ろの部分の式は十六かける三の N 乗マイナス二の N 乗という形でまとめることができますで、えー、と以上を、えー、とまとめますとその T の二の N 乗というのが三、まあの N 乗プラス十六かける三の N 乗マイナス二の N 乗でこれが十七の三の N 乗マイナス十六かける二の N 乗ということになりまして、まあ、この2項の中から最もその前近的にその永久力のある項を選べば まあラジオの三の n 乗という形で見積もることができます。で、そしてえっとさいさい先ほどのスライドの最後の見積もりあった t の二の n t の二の n 乗がまあラジオの三の n 乗に等しくなるという式に対してはえっとこれをですねえっと n は二のまあログの n 乗でまあ置き換えるということをしますとまあ t の n が オーダーの三のログの n 上というふうに表すことができます。そしてこのログの n のおに関するまあ t のあ t のあの変換を行うことによりまして、えー、とこのこの部分ですね。この分のそのオーダーの三のログ n 上というのが、えー、とラジオの三のログ三の n かける、えー、とログの三ということで。 最終的にこれがラジオの n のまあログの三乗というふうに見積もることができるようになります。でこのログの三すなわちえっと二を底とする三の対数なんですが、まあこの値はその1.59よりも少し小さな値ということが知られておりますので、まああの上からこれを上から押さえますと例えばオラジオの n の1.59乗という形で抑えることができて、まああの古典的なアルゴリズム によるその乗算の計算量の,の見積もりであるまあ n の2乗よりもその若干この指数部分が小さくなりますのでまあより効率前勤的にはより効率的になると唐津バの乗算はより効率前勤的により効率的であるという結論をいうふうに結論づけることができます。